はい、どうも世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。はい、ということで明日メンティビになるので、今日最終日のガチだったりイベントやり忘れがないか一緒に見ていきますか。はい、そして毎度おなじみアップギャラリーですね。放置少女に課金するのであればトップクラスに安く 15% 還元で期間限定で課金できるサービスで、その他放置プレイヤーにお得な特典もあるので、こちらのバーコードか概要欄から課金する際はアップギャラリー利用してみてください。まずはロキちゃんガチャですね。こちらガチャ最終日となりますが、ちょっとロキに関してはもうなんといってもこのキャラクターのパッシブである毒が解除不可になるという機能ですね。まあこれが新しく出てきた損傷口の MR アバカとの相性がめちゃくちゃ良く、まあ、ちょっとまだバグ直ってませんが、この出陣時敵6名に毒をばらまいて、で損傷口を連携させておけば、おそらく将来的にはその2ターンの毒が4ターンの毒として敵に付与することができるというものにコンボとして成立する数少ないキャラクターのうちの1人と、まあ、開幕毒ばらまけるのはロキかモーガンっていう2体だけなん でその中で毒が剥がれないのがロキだったんですが、まあもともと2ターンとターンが少なかったんで、例えばハクタクなんかのスキル1の霊王プラス影光プラス氷害プラス七星っていう4つの聖護バフ全てをカットすることはできず、七星と氷害の付与を阻害することが2ターンだけだとできなかったんですね。まあそれが損傷口を含むと4ターンになるので、まあ全部、まあ、ハクタクのスキル1を潰すような動きができてしまうと、まあ、モーガンと違って剥がれない毒なんで、ハクタクのバフの前の剥がし機能なんかも無視することができるってことで、まあ、今ロキの価値がまた上がりましたね。まあ、ただ注意が必要なのはロキ自体はこの影光ですね、復帰時に影光を自分に付帯して盤面復帰してきますが、この影光剥がれる影光なので、まあ、簡単に落ちちゃうんですよねロキが、はい、そこがめちゃくちゃ大きな弱点なんで、まあ、それもあって損傷口を付与することで、損傷口をつけることで、まあ、敵が毒状態だと 30% のダメージカット機能がつくんで、ロキにつけたいっていうプレイヤーさん結構いるんじゃないですかね。はい、まあ、とはいうものでやっぱり剥がれちゃう影光なんで、まあ、ロキを戦わせる場合には例えばマーリンだとか小使命といった他の味方の影光が剥がれない影光になるような副将ちゃんと一緒に組ませないとちょっと耐久が弱すぎるんですよね。これ剥がれない影光にしても割と落ちるの早いですからねロキで、そこまでうまく作ることができればロキスキル1で敵に封印をばらまいて足止めさせるような最近流行りですねの、まあ、紹介とかキョイちゃんみたいな足止めキャラクター的な立ち回りもできますし、まあ、あとなんといってもスキル2では敵に風魂ばらまくことで、まあ、マーリンみたいな感じで最悪状態で立ち回ることができるんですね。まあ、これも普通にバカにできない強力な戦闘スタイルになるんで、まあ、特に味方の後ろに隠れるバッファーだとか、まあ、あとタンクですね、特にローコスト系タンクなんかを潰すには未だに風魂っていう攻めの仕方は強烈すぎる攻めになるので、まあ、普通に強い子なんですよね。もう影光が剥がれなければ、まあ、なんで、まあ、今後おそらく帽子キャラクターで味方の影光を剥がせなくするようなタイプの帽子なんかも出てくるのかなと思うので、まあ、そこら辺も視野に入れて、まあ、ちょっとギャンブルになりますけどね。ちょっとでどうせロキ登用するなら毒ばらまくキャラクターなんで、やけどキャラクターの清姫なんかと一緒に組ませるのがもうベストだと思うので、まあ、そういうコンボが作れる方はこの再販のタイミングでロキを取りに行くっていうのもありかなと私は思います。まあ、めちゃくちゃ強いですね毒やけどコンボ。はい、まあ、損傷口が加わってそこがさらにブーストされたというようなイメージですね。まあ、ただ必須キャラでは全くありませんので、まあ、原本に余裕がないだとか、まあ、この先の新キャラクターですね、新生 MR キャラクター、特に8月の半ばなんかはちょっと今大黒天ちゃんという新たなバッファーが蓄力キャラクターとして生 MR で出てきたばっかりなんで、まあ、七星や暴走の新生 MR キャラクターなんかが出てくる可能性なんかもちょっと考えられつつあるのかなということで、まあ、そういうところに原本を残していきたい人はロキに関してはまた再販されると思うんで、絆のちょびだめにしておくとか、まあ、そのぐらいでいいのかなと思います。まあ、毒やけどコンボはかなりの贅沢品ですからね。無美課金の方なんかは特にそういうコンボを作ると装備が足りなくなるんで、そこまでめちゃくちゃ積極的に急いで作るようなものじゃないかなと、はい、いうのが私の意見です。めちゃくちゃ強いんですけどね。はい、そしてキレた際ガチャ、こちらも本日最終日となってますが、はい、なんといっても今回こちらですね、はい、こちら長雲だとか楊貴妃、上杉謙信といった、まあ、必中系キャラクター戦役におけるめちゃくちゃ重要な副将ちゃんがガチャ最終日となっているので、まあ、特に上杉謙信だとか長雲ですね、戦役において敵範囲に対して狂乱状態になって確定クリティカルで必中で立ち回れる、まあ、高いステージで経験値稼ぎができる副将ちゃんがラスビになってるんで、まあ、バッファーが揃ってる人はそろそろ登用しに行ってもいいと思うし、まだバッファー揃ってない人は絆のちょびだめなんかを、はい、最終日ですね、それぞれの副将ちゃんでやっておくのがいいかなと思います。はい、私も上杉謙信絆ちょびだめしておこうかなと思ってます。で、まあ切れた際ガチャ、おそらくですが今回のこの長雲から始まる上杉謙信までの5体、まあ、7月23日から1週間実装してくれましたが、まあ、あともう既存で気質なのがこの服部半蔵毛利源の義経ちゃんのゾーンですねが終わったら、まあ、また連覇たちの組にこういう風に一周して戻ってきて、まあ、再販までそこから10週間、まあ、約2ヶ月ちょっとですかね、まあ、ここの期間も入れると3ヶ月ぐらいでまた一周して戻ってくるっていう形になるのかなと、まあ、ちょっとプラス2枠ぐらいもしかしたらまだこの切れた際ガチャに
入ってないキャラクターで入る可能性がありそうなキャラクターたちがいたりするんで、まあ、1枠ぐらいですかね、プラス。なんでまあ私の予想だと10月終わりか11月初めぐらいに次はこのキャラクターたちが顔を出すかなってことで、まあ、そこまでの間にバッファーを揃えるだとか原本を使うプランですね、練っておくといいかなと思います。はい、そして絢爛無限ガチャ、はい、こちらの方は純 MR のワゴンセールガチャとなってますが、まあ、特にこれといって急いで絆貯めるような副将ちゃんはいませんね。まあ、ちょっと大谷氏の結婚かなんかがそろそろ来そうかなという楽しみがあるところで、大谷氏の絆は昔貯めてた人なんかはまたちょびだめするのもありかもしれませんが、まあスキル内容分かってない状態なんでそんなに気にせず原本温存しとくのがいいかなと思いますね、基本的には。はい、そして美少女ラケンガチャ、仮想の集いガチャ、ラッキースターガチャが最終日になりますが、今日最終日絆ちょびだめしておくべき優秀な副将ちゃんいるかどうか一緒に見ていきましょう。はい、まず美少女ラケンガチャですね。はい、今回のメンバーとしては本田忠勝、井伊直虎、王仙、滝川和正、山中鹿之助、星熊道士、佐々木小次郎、伝丹、徳川家康、大谷義継という10名が今ガチャ最終日になってますが、まあ、こんな感じで10人ガチャっていうのは10名の副将ちゃんが毎週入れ替わって、まあ、美少女ラケンだと大体2ヶ月ちょっとで1周してまた同じ副将ちゃんたちがゲームに顔を出してくれるという感じで、まあ、今安く二次キャラクターでもこのシステムを利用して絆をちょっとずつ貯めていくことで投与しに行くことができるというような立て付けになっており、この表の見方としては名前の後ろが黄色のキャラクターが奥義が超優秀美化金目線で、その次がピンク、その次が水色で、白は見送り対象ですね。で、名前が太字赤字の副将ちゃんはスキルがとても優秀なキャラクターで、まあ、今回の10名で言うと本田忠勝ですね。はい、このキャラクター MR を暴化することで復活キャラクターの復活時に仲間連携で生後援護を付与することができる副将ちゃんになってますね。まあ、最近だと坂田金時なんかが復活キャラクターで、なおかつ自分に付帯した生後バフが 50% の確率で剥がれない生後バフにできるキャラクターなんで、復活後剥がれづらい生後援護を身にまとえる武将ちゃんとして本田忠勝と相性良かったですが、まあ、今後もおそらく復活キャラクターで剥がれづらい生後バフのキャラクターなんかは出てくると思うので、その度に、まあ、この忠勝と相性がいいかどうかっていうのを見ていくのが大事そうですね。まあ、急ぎのキャラクターではありませんが、奥義めちゃくちゃ優秀なんで余裕があったら絆のちょびだめしておくのはいいかなと思います。はい、そして仮想の集い見ていきますか。はい、今回のメンバーとしてはこの一番下ですね、宝刀、万力、宝生、純育、馬長、利天、寛平、芝居、馬良、弁士となってますが、こちらのガチャ SSR から UR アバター戦までガチャとしては並びますが、まあ、SSR 今小生の望みなんかでほぼ無料で手に入るんで、このガチャ使って原本を使って回すのはもったいないので、まあくまで評価としては UR 以上のこれらのキャラクターが何かいい奥義だったりスキルがあるかどうかですが、まあ、今回は特になしですね、これといって。まあ、ちょっと万力者なんかが MR アバカでかなり強くて評価が再認識されてますが、まあ、とは言っても今1から集め始めるのはちょっと遅いかなというところで、まあ、原本温存会として今回は特にちょびだめなんかもなしていいかなと思います。はい、そして最後ラッキースターガチャ。はい、今回こちら第5枠目ですね、しばし、ダッキー、今川義元、長領、長中系、上杉炎章、総比ねね、柴田勝家となってます。で、まあ、なんといってもダッキー、そして上杉謙信がいますね。奥義とても優秀な2人で、ダッキーは味方の主力に蓄力をつけて攻撃力アップができるキャラクターで、戦役やボスなんかをより高いステージに推し進めてくれる貴重なバッファーですね。体力奥義なんかにも絡んでるんで、少なくとも UR のダッキーまでは最優先で取りに行くのがいいと思います。で、上杉謙信も先ほど言ったように戦役必中確定クリティカルキャラクターになるので、まあ、将来的には戦役のデッキなんかに入れて高いステージを経験値稼ぎさせるために、まあ、UR アバター戦とか MR アバターですねまで投与していくのは、まあ、プランとしてはめちゃくちゃ堅実でおすすめできるプランになりますが、まあ、バッファーが集まってくるまではそんなに火力高くないので、まあ、蓄力、祝福、暴走、七星なんかのバフが集まるまでは絆のちょびだめだけにしといて、まあ、まずはダッキー優先からでいいのかなと思いますね。はい、その他しばし炎章総比と2人取り終わったら絆のちょびだめ流れていくのがいいかなと思います。最終日絆のちょびだめ忘れずにやっておくようにしましょう。あと単造工房ガチャも終わり近づいてますが、まあ、今回すでに4回分無料枠分回せてると思うので、まあ、まだの人はしっかり回して段階補修の単造石2個完全に無料でゲットしておきましょう。はい、神髄工房の方も同様に4回回した後、明日0時になった瞬間もう1回無料枠分回すことで段階補修の神髄成果2個、こちらも完全に無料でゲットできますので、まあ、明日メンテ前までに必ず1回はログインしてここガチャ回しておくようにしましょうね。そのタイミングで限定特典のところから絆の水引き150元宝のやつなんかも買えますんで、こちらも合わせて買っておくといいと思います。あとはこちら少女の差し出世相ですね。完全課金ガチャになりますが、最終日、まあ、なかなかこれやる人はいないと思いますが、私は推奨しませんね。はい、詳しくは過去に動画出してるので見てみてください。ちょっと課金額に見合わない、課金効率あんまり良くないガチャかなと思います。はい、課金する際は少女の差し出世相、ここにラブレターですね、大量にありますので届きづらい思い届けてみてください。はい、というとこですかね。まあ、今回はロキちゃんだったり、まあ、特に綺麗多彩ガチャですね、こちらに重要なキャラクターいっぱい来ているので、最終日
絆のちょびだめだったり東洋ですね、忘れずに判断しておくようにしましょう。はい、今日また明日メンテビなんで、この後夜更新情報の動画なんかもアップするので、そちらも楽しみにお待ちください。はい、それでは。する押す押す押す